にちは、松はいつも一人の松です。ラチェット&クランクパラレルトラブルの続きをプレイしていきたいなと思います。前回ここでね、なんか弱からんやつ倒して終わったと思うんですけど、次はそこかな。さっきからなんか静かだね。大丈夫？メンジョネーターを作るとアインに言ったことを今更ながら反省してるっす。そりゃ簡単じゃないのは分かってたよ。そうっすね、うん、でもフェーズクォーツは銀河で最も希少なクリスタルの一つでしょ。そう。リベットおるか。ちと悪いんだがサルガッソまで来てトルーディに力を貸してやってくれんかね。トルーディ？友達なの。次元の修復はドマシュでいいかな。モルタの頼みなんて珍しいね。ここか。サルガッソに来てほしいって言うんだよね。でも次元の諸君、長らく待たせたの。皇帝じゃ。ではわしの最新ニュースをお届けじゃ。まずわしを崇拝するクアンとの集いに参加。わしのゾーンのお披露目もじゃ。だが2匹の生意気なトロンパックスどもがずうずうしく暴れ回っとるのを見つけたんじゃ。そこで懸賞金をかけることにした。生死を問わずあの性ある毛玉どもを連れてきた者に3億兆万ネファリウスフリーダムクーポンを与えよう。生きとる方が良いぞ。わしが楽しめるからの。我がスパイネットワークで奴らが間もなくブリザードサーバリに行くことが分かった。さあ行くんじゃ。あとなロンバックスどもも聞いとるか。悪魔せい。ギッタンギッタンの粉々にしてその粉を全部太陽へ投げ込んでその太陽ごと生ゴミ処理する。これでどっちのネファリウスにも狙われた。こっちの行き先も知られたっす。最悪っすね。最悪っすね。ほんと最悪っすよ。でもなんかサルガッソに来てほしいって言ってたけどね。どうしようか。サバリ、プザリ、ブリーザープライム。待ってて。どうしようか。サルガッソも行きたいけど、でもサバリ行こう。大丈夫かな。サバリ、フルフダメサ。もしリメンジョネーターの作り方知ってたらどこにいるんかな。やっほー、かっこいい。マダムズーコン、何売ってるの。敵にまっしぐらのトンネルが欲しいざます。ドリルハウンド、ドリルハウンドがあれば。よち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 、かわいいメーター。よちよち。うそー、ドリルハウンドを決闘射つき。トリガーを半分引けば地球を進むかわいいロケットちゃんが地球を。強い。これは強いわ。あーでも足りないな。それお買い得。お目が高いぞ。足りないな。これを買うまで頑張って貯めよう。もうさよなら。こういうのをちょっとでもあってお金にしとかないとね。他の人に売らないでね。ねえ、その変なこと。あれ？でもさ、メンジョネーターの作り方とか知ってたりする？ラチェット？ラチェット！僕はゲイリー。嘘。まさか本物に会えるなんて。ディメンショナルアーカイブスに行って僕の助手が助けてくれるわ。でもあのね、襲撃されてる。よくわかったね。オイラに任せな。襲撃止めんの結構得意なんだぜ。大得意です。あの
のネファリウスが落としたロンバックスを探してんだよね。あ、そうよ。だからあとゲイリー元気でね、ラチェット。ゲイリーごめん、なんかいろいろ壊して。街の奥に何かたってんな。あれアーカイブスじゃね。なんかやりてるのスナイパーボット、初めて見たよ。体力がやばい。強い。ロンバックスは見つかったでありますか。いいえ、街はレジックスの頭のごとく空っぽでいる。はい、
ロンバックスは見つかったでありますか。どうしたら倒せる。アンテラガイちゃん、危ない。めっちゃ集中しちゃう。怪我してない？すんごい着地してたけど。どなたです？ごめんよ、その似てたからさ。オイララチェット探してんだ。ケイリーの弟子をディメンジョネーター作るために。困ったです。アーカイブスから落ちてしまって手伝ってあげることができないです。どうやって戻るです？ああ、君がケイリーの弟子だったらさ、協力してみるのってどう？私、相棒には向いてないです。はあ、こうしよう。もし失敗したら、しないけど、ここでさよなら、二度と会わない。どう？では、よろしく、です。うわっ！アーカイブスへ入るためにはネファリウスの手下から門戸を救い出さないとです。あそこホバーブーツで飛べば崖を飛び越えられるです。何ホバーブーツ。勢いつけてあそこの橋からジャンプだ。これこ
これなんじゃない。あ、あれ、あれもう取れてた。入れてもらうです。地位にいるはずです。じゃあまずはそこ行こう。なあ、そういえば名前は。あ、KT7461 です。そっか、よろしくね。よろしくね。あなたさんとシャンプです。寺院は3つあるです。マウンテン寺院、プライムフォーレスト寺院、そしてテンプルドバッドランド、別名バッドランド寺院です。あ、モンクを捕まえてるです。ラチェット、マジか。モンクを立つ、いけないとアーカイブスでいけなくなるです。オイラに任せな、約束する。任せな。その前にいい攻撃ポイントを出しておくといいかもです。いや、やめ、やめ、何のかこら。なに、大丈夫。はい、ごめんです。おお、正面に出てきた。また想定のテストです。ってことはモンクたちのシールドはまだ無事ってことか。魔王ちょうだい。やられなさい。最高。お待たせ。ブラザー、無事でよかったです。ブラザーなの？本当にな、会えて嬉しいぞ、シスター KT7461。 どういう体勢？他の寺院もネファリウスに見つかっちゃった？わからぬ、だがお主に救われたとブラザーゲイリーに伝えよ。達者でな、シスターとロンバックス。すごいね。ジーンクリア、あと2つ。文句は辛抱してくれてるですが、皇帝のような悪者は初めてのはずです。心配ない、楽勝楽勝。で、行こう。ねえ、KT7461、いつもなんて呼ばれてるの？ここではシスターです。そういうんじゃなくて、友達っぽい。ケイティは？うん、
ひらめいた、サンシャインぴったりじゃん。ほら、黄色っつしさ。しっくりこない。きっと？うん？後でまた考えよう。まだ買えないか。あの、ロンバックス族について質問してもいいですか？いいけど、実はロンバックスのことよく知らないんだ。元の次元にもオイラしかいなかったし。あ、オイラ別の次元から来て。知ってるです。え、なんで？ゲイリーの弟子ですから。ラチェット一人なんだよ。おうおう、これができる。さあ、おお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 お。これって一体何なんだろう。知ってる人がいないか引っ込みしてみっかな。プライムフォレスト寺院です。皇帝がめちゃくちゃにしてるです。じゃあお正気だ。じゃあお正気だ。あそこに人がいっぱい集まってる。人じゃないけど、めちゃくちゃだな。狙いは、はいはい、やりましたよ。はいはい、量が効いてない。量が効いてない。体力でかいな思ったら。卵にグッバイであります。卵にグッバイ。超えて、いや超え、やめて。どうしよう。一体となります。慣れてきたよ。はい、だね。よっしゃー。あいつさっきからずっと撃ってる。ここるでありますね。はい、サッカーボム注意。はぁ、ね、無駄でありますか。敵であります。大丈夫です、逃がしてあげるです。あのホストフィールドにもモンスターが。
ラザーを解放するでしょ。たまたま、たまマジ大事、たまマジ大事。玉とかだけ回収させて。こんなもんかな。よし、お待たせ。はい、うん、このシステム旧式すぎるです。いろいろとフィールド解除までちょっとかかりそうです。なんか来たぞ。好きなだけやって、こっちは任せな。好きなだけやって。正面からスーパーだ。じゃあね、はい、私も仲間を呼び出して、さよなら。もうなんかおるぞ。
よし。タイミングバッチグーやね、君たちの。救われたぞ、シスターにラチェット少年。達者でな。次が最後のジーンです。ジーンはあと一つ、あと一つだけです。文句は助けっから約束する。任せなさい。私を誰だと思いで、さっきも言ったですが、私にあだ名はつけない方がいいです。なんで？友達になるのもダメです。自分に厳しすぎんじゃない？会ったばかりだからそう言えるでしょ。ゲイリーも信頼してた。文句にも好かれてる。自分にもっと自信持ちなって。でもちょっと考えるです。かわいいやん。で、次はロンバックスについての質問って？ここの寺院はロンバックス族が作った可能性があるです。なぜ作ったかわかるですか？他の文句ともちょっと違うよね。うん、みんなよりとてもちっちゃいです。わかるよ。おいらもいつもはちっちゃい方だし、いくら親友以外はね。クラですか？クランク、一番信頼してる相棒さ。どこにいるです？ネファリウスを止めようとして、そのはぐれちゃって。ああごめんなさいです。やり直しが向こうからしかできないってことか。はいやー、ちゃう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 。これどうやったらいけんのやろ。ラチェットはどうやってここに着いたです？ロンバックス族は、ドクターネファリウスに盗まれて。ドクター？それは別次元のネファリウスです。ここじゃ皇帝になってるみたい。それは最悪の事態です。たらいいんだ。クランクとこの次元に来たです。ああ、
でも今の相棒はオイラじゃない。新しい親友じゃないはず。あなたの代わりという意味では。ああだよね。これで心置きなくいけるわ。ラチェット、弟子を見つけたのね。二人ともさすが。マウンテン寺院に入る資格あり。やりじゃあ、ジェリーの防衛システムくぐり抜けてもらうわ。人呼んでそう、切り裂き地獄試練の手。切り裂き地獄嫌です。いけるって保証するわ。頑張ってね。全然話聞いてなかった。まあなんか試練があるんだよね。7461のサポートで頂上までひとっとくよ。ジーンスタート。ルートを素早く進むです。おー急に。うん、やったです。次のゲートはすぐそこです。こういうのがいい。あー何これ。どういうことかな。
じゃあ文句助けっか。さあ、もう安全ね。同じくらい不快であります。繋いでみんなを解放するです。これか。はい。まずいです。ゼータウイルス。この端末に触ると感染するです。ならグリッチに見てもらおうか。頼むぜ。グリッチに見てもらおう。はい。いらっしゃい。これウイルスだよ。を訪ねてくれ。皆を集め、クールに送り出す準備をしておこう。
ラザーを助けてくれてありがとう。ゲイリー、アーカイブスへ行かなきゃです。今すぐです。お任せ、ブラザーたち。次元をぐるんぐるん回しちゃうわよ。さあ入って、アーカイブスに入るには大きく飛ばなきゃダメ。スタートダッシュで勢いつけて。急ぐです。任せな。おお、すごいすごい、すごい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 、うーわいやー、叫びが、よいしょ、めっちゃおるやん。全部壊すつもりです。やめて、ライオーボットを使えるやん。やばい。アーカイブスの動機ではフィリックスジェネレーターです。起動して中に入れるです。フィリックスジェネレーターのスイッチ1個オン。アーカイブスが開いたです。じゃあ入ろうぜ。たまたま
この字は見覚えある、うん、ロンバックスがこれを作ったんだ。オイラの父さんはディメンジョネーターを守ってた最初のやつね。悪人の手に渡らないようにってずっとああごめん父さん。会いたいですロンバックス族に。どうかな、会ったこともないしさ。でもああ会いたいかも。わかるですよ、いつかきっと会えるです。まずディメンジョネーターを作れっかだね。できそう？はい、でも作れるのは銀河一厳しい警備で知られるケダロステーションの工場だけです。じゃあそこ行こっか。 KT74 ラチェット私キットが一番好きです。じゃあキットだ。あ、うん、よっと。キットは相棒には向いてないです。ああやばかったけどかっこよかったし。分かってないです、近くにいると危険です。キットは兵器だったです、皇帝の銀河を守るための兵器。ある晩パトロールで皇帝エリアに怪しい奴がいたです。それをなんとか止めようとしてキットは傷つけるしかできないです。でももう傷つけたくないです。だからキットは一緒に行けないです。でもこのミッションは成功しただろ。はい、そう思うです。確か最初の話じゃ、もしこのミッションが失敗しなかったらキットと相棒になるです。ラチェットは変わってるですね。何度か言われたよ。行こうぜ。それなら一回だけやってみるです。いいって、ほらケダロステーションに行こうぜ。アロー、いらっしゃい。ないな、普通のシールドは飽きたざます。え、ボイドリバルサーなら反撃までしてくれて一石二鳥ざますよ。シールドなんてつまんない、みんな知ってるよな。でもシールドで打ち返せたらどうだ。あ、だな、神だろうだろう、それだボイドリバルサー。トリガーを半分引けば自分を守り、完全にトリガーを引き絞れば、だんだんという名の愛を短距離で広範囲にばらまくまーす。あー、近くに行けばいいみたいな感じの時か。あー、でもなー、でもなー、
ドリゾー星。それお買い得。お目が高いざますね。弾薬もまっすにしといて。ガンテン、もう行っちゃうざます。もう行っちゃうざますよ。お、ゲイリー。ゲイリー、この送りに来てくれたの？あの、冒険したいんでしょ。最高じゃないの。二人の幸運を祈ってる。ケダロステーションでも頑張ってね。なんでわかんの？キッドも不思議です。不思議です。じゃあね、ゲイリー、ありがとう。はい、ということで今回はここで終了したいなと思います。次はね、ゲダロステーションだったっけ、あそこに行けたらなと思います。じゃあね。